ヨンサン軍に関するドラマや映画を見てみると、イン・サウンという朝鮮の三大悪化神ですね。この悪化神か、またはあるものかが、ヨンサン軍にペビ・ユン氏の衣服と言って、血がついている衣服をヨンサン軍にお渡ししますよね。それを見たヨンサン軍が母親に対する気持ちが蘇って、そこで、 狂ってしまって結局最悪の王になってしまうドラマでしょっちゅうこういった場面見たことあると思いますが実際これは公式の記録ではなく民間の話なんですよねドラマは楽しみのためにこの説を取り入れてるんですけれどもこれはあくまで公式記録ではないことを覚えてくださいなので今日はできるだけ公式の記録に基づいて皆さんに四三軍の理念を紹介してみたいと思います で今日からはちょっと狂った四三軍を描いた映画の四三軍を持ってきて皆さんに紹介してみたいと思います。まず王になって9年目の四三軍。4年目にあった武王沢のおかげで王権は強くなったんですけれども、それでもあまりにも家臣たちの力が強かったので、微妙な三角関係のバランス政治は維持しているような状況でした。 その時にある日事件が起きますが、 四三軍と伊セ座という、정一分の行為官僚なんですが、二人が一緒にお酒を飲むときに、伊セ座が間違っちゃって、王の服にお酒をこぼしてしまう事件が起きますよね。それによって四三軍は、まあ、王として許してあげるのもできますけれども、なんと追放してしまいますよね。で、この伊セ座はかなり歳を取っているにもかかわらず、朝鮮の一番南 南からままた朝鮮の一番北まで、追放地ををながらとてても苦労しし4ヶ月を過ごしますでこれを見ていた家臣たちは恐怖に怯えてるんですね。理由は、この異性者は実際、43軍のお母さん、ペイビーユン氏に死刑が下された時に、その薬を運んでた人なんですよね。家臣たちはもしかしてこれで43軍の復讐が始まるんじゃないかなと言って、怖がってたんですよね。 ただ、王様の洋服に先をこぼしただけで過酷な処分だったので、家臣たちは、 これぐらいで許してくださいとずっと四三軍に言ったおかげか、四三軍は、まあ、良い、戻せと言って、いい生者を戻しますね。で、そこで、なんと、あの、お詫びもするんですよ。その時は私が寄ってたから、悪かった、みたいなお詫びをするんですよね。それで、全部終わったと思ったら、10年目にまた事件が起きます。本気大というまた行為官僚がいましたが、四三軍が、側室が欲しい。君の娘も後方だと、 と言っって娘を出せと言ったんですねそれを聞いた本気だい。実際本気だいもペイビユン氏の死に関わった人なんですよね。で、それで本気だいは何かが怖かったんでしょう。娘が病気でと言って嘘をつくんですね。それを聞いた43軍。家紋の男みんなを殺せと言って、本気だいの家紋は崩壊してしまいます。男がみんな殺されますよね。 で、これで、四三軍は、この責任はすべて、伊勢座にあると言い出すんですよ。あの時、伊勢座を許したせいで、みんな自分のことを馬鹿にしていると思ったんでしょう。それで、伊勢座は、えー、追放先から帰ってきて一年後、また追放されて、そこで、息子たちと一緒に、えー、死刑されますので、また、家門が崩壊してしまいますよね。これで、 四三軍のカプチャサワが始まるんですよね。えー、とても有名な事件で、四三軍はこのカプチャサワのおかげですごい王権を持つことになりますよね。じゃあ今からこの話をしてみたいと思います。じゃあ 四三ンン軍はその後、ちょっとおかしい行動をずっとやりますが、ある日、自分の腹違いの兄弟、アニャン軍とボンヤン軍を連れてきて、血まみれの布に包まれている人二人をここで床に投げて、えー、罪人だ、棒で叩き殺せと命令を下すんですね。それを聞いたアニャン軍とボンヤン軍、四三ンン軍が怖いから、言う通りに棒を持って叩き殺してしまいますよね。 で、実際この二人は、皆さんわかると思いますが、ペイビーユン氏をいじめていた、ジョン氏と、オム氏ですね。つまり、ヨンさん君のお父さんの側室になりますよね。 で、実際、ヨンサン軍がこの二人を連れ出して、もう先に棒で叩いて血まみれにしている状況の中で、その息子二人を連れてきて、蹴りをつけたということになりまして、宗教的にはとってもありえないようなことをさせたんですよね。で、結局、アニャン軍とボンヤン軍は自分のお母さんを叩き殺して、オムシとチョンシは自分の息子たちに叩き殺されるという、とても悲劇が起きてしまいますよね。 で、それだけにとどまらず、ヨンサン軍は、イチョン氏とオム氏の遺体を、えー、漬物にしてですね、全国に撒き散らせと言うんですね、えー。漬物にしてというのは一旦正式な記録ではなくて、あ民間の話ですが、えー、正式な記録でも、ちょっと私が YouTube では言いづらいんですけれども、も漬物よりひどいような状況にしてから、全国に撒き散らしたらしいですよね。で、 それが終わった四三軍、そのまま腹違いの弟二人を連れて、インスーデビーのところに行きますね。で、そこで血まみれになっている自分たちの洋服を見せながら、愛する孫たちといっぱい飲みましょうと言ってからお酒を飲みますよ。それを見ているインスーデビー。まあ結局これで食死してしまいますよね。 で、その後、四三軍、えー、この腹違いの弟たちに、よくやった、後褒日で馬をあげると言って、馬をプレゼントしますね。ここまではいいですが、実際はそれに乗って追放をしてしまいますよね。で、その後、追放地で、この二人を死刑してしまいますが、理由は、親を殺すなんて、住居的にいけないだろうという理由でした。えー、これは本当に四三軍、意味がわからないようなことをしてましたね。 とにかくこれによって、恩詞と蝶子の家紋も崩壊してしまいます。 そして、ヨンサン軍は自分のお母さん、ペイビーユン氏に関わっている人たちの中で、すでに亡くなっている人たちにも復讐をするんですよ。お墓から掘り出して死刑しろと言ってて、そのまま墓から取り出して骨を全部潰すんですよね。えー、宗教的な国、朝鮮では遺体がちゃんと残っているのもとても幸せなことだったので、これはその当時の目線から見てみたらとても残酷なことだったんですね。で、その中には、朝鮮 前期最古の権力家、ハンミョ名ヘもいました。死んでいる人にもこういった福祉をしているヨンサン軍、実際生きている人にももっとひどかったでしょう。えー、ペビユン氏のことに関わっている家臣たち、みんな死ねと言って、ペビユン氏の死刑に同意した。 ユンピルさんを筆頭に家臣たちをみんな殺してしまいますよね。公式の記録ではこの時239人ぐらいが死んだと言いますが、えー、実際推定記録ではその使用人とかいろいろ関わっているような罪のない人まで含めたら3000人ぐらいこの時に死んでいったと言われています。 で、このカプチャサワによって、ヨンサン軍は朝鮮全体で唯一な完璧な特裁政権を確立しますね。 で、このカプチャサワーなんですけれども、ペビユン氏への親孝行としての復讐と言われていますが、実際その事情を見てみると、ヨンサン軍って3歳の時にペビユン氏に離れたので、これぐらいのことをするぐらいの愛情はなかったと思われますね。それと、そのペビユン氏の記述に性交をするなど、 お母さんに対する親孝行気持ちはちょっと疑問がありますよね。もちろんだからといってお母さんに全く興味がなかったわけではないと思いますので、現在の分析では、住居の親孝行の義務感と、王権教化の欲望の計画クーデターがこのカプチャサではないかと言われています。で、 実際王様が強い権力を持てることは一般の国民には悪いことではないけれども、じゃあなぜかと言ったら、この王様がこのパワーを国のみんなのために使えばとてもいいんですよ。皆さんもいろんな歴史を見たらわかると思いますが、 力を持っている人たちはそうではない人を利用して自分たちが楽に過ごそうとするんですよね。で、実際この時に登場するのが王ですよね。王が家臣よりすごいパワーを持っていて、このバランスを調節するのが朝鮮の王の役目でしたね。 じゃあ、なので、四三軍が家臣の力を弱ませて、自分の力を国民に回せばいいものの、四三軍はなんと、これはすべて世のための権力だといって、自分だけのために使うから、これが問題だったんですよ。それで、四三軍はさらに面白いことをやりますが、家臣たちの首に、新音オンペという、喋る前に一回考えて喋ろうというのをつけるんですよね。つまり、これは明らかです。 に私には黙れという意味ですよねこれによって特裁政権が確立されますじゃあこういった強い権力を持ったヨン,サン軍今からどういったことをしたのか一緒に見ていきましょう 韓国の四字熟語には、ふんんまんんというのがあります。今でも使われている四字熟語なんですが、無計画で時間や財産を無駄遣いすることをふんんまんんと言いますね。実際これの語源は、연産群からでした。연産群がまさにふんんまんんの生活をしましたね。じゃあ、一旦まず、연産群は、 あの、自分の権力を持つことになってから、すごく性欲に執着する姿を見せてくれるんですね。全国の美女をみんな連れてこいと言ってて、記録によりますと、それで全国の美女1万人が京복に集まったらしいですね。で、その中で2000人ぐらいを四三軍が選んで、自分の性欲のためのおもちゃにするんですね。 ただこの女性たちもですね、この選ばれた2000人をふんちゃんと言いますが、ふんちゃんに選ばれたら自宅が提供されたし、家族は免税で労働も免除されたので、意外とこれになりたかった女性は多かったらしいですよね。 で、연産群、こうやって京北群の中で2000人を入れてですね、遊ぶときには京北群だけじゃなくていろんなところで遊ぶんですが、七大王の聖女が作った音楽座というお寺がありますが、このお寺を宴会所にするんですよ。えー 前の騒、無騒騒を起こすときには、自分の七大王世女を屈辱したということで、家臣たちを殺したんだけど、四三軍は矛盾なことをやってますよね。 で、それだけじゃなくて、皆さん、ソンギュンガン大学、わかりますよね韓国が誇りにしている名門大学ですが、四三軍はこちらも宴会所にするんですよ。こっちにある生徒をみんな追い出して、えー、今はちょっと簡単に言いますと、東京大学を総理大臣のためのキャバクラにしたと思ったらいいんですね。で、ちなみに皆さんわかると思いますが、このソンギュンガン大学は、朝鮮最高の王と言われている聖ンがとても大事にしてたところなんですよ。 ね、これは本当にヨンサン軍何やってるのか意味がわからないんですよね。で、ヨンサン軍、さらに面白いことをやりますね。狩りが好きだったヨンサン軍、自分の狩り場を作るために、京畿ンというところを、えー、全部自分の狩り場にするんですが、京畿ンって皆さん、ソウルより何倍も大きい地域なんですよ。それを全部自分の狩り場にするので、 そこに住んでいた民たちは結局強制的に移住しないといけないし、首都圏、つまり皆さんがわかりやすく説明しますと、千葉県、神奈川県、埼玉県を全部総理大臣のためのゴルフ場にあったと思ったらいいんですね。そういったことをやっていました。 で、これによって、民にも家臣にも嫌われる王になりますが、四三軍はここでですね、それも気づいたはずなのに、さらにですね、民の税金を上げろと言いますよ。自分の遊びのために。だって、先ほど言ったフンちゃんたちに屋敷を2000件準備するために、自分のゴルフ場を作るために、宴会場を楽しむためには金がずっと必要ですよね。それで、家臣たちじゃなくて民まで税金を上げてお金を集め でそれによって結局朝鮮全体にハングルで書いた告発状が回ることになりますよね。今のヨンサン軍は王としてふさわしくない。ヨンサン軍はこれを聞いて反省したわけじゃなくて今日からハングルを禁止するという本当に自分しか知らない王になってしまいますよね。 で、これをみんな黙っていたわけではありません。一人の中心がいました。それは、キム・チョソンという霊ンですが、このキム・チョソンは、王を4人もサポートしたベテラン霊ンですよね。で、このキム・チョソンがある日言います。チョンハ、いけません。これは本当に王としてやったらいけないことです。と言ったら、それを聞いたヨンサン軍、キム・チョソンに弓を打って、 そして足を着て、で、切った足で歩いてみろみたいな感じでいろいろ屈辱をさせて殺してしまいますよね。その後この金正村の遺体は虎の餌にしたらしいです。もう結局正しいことを言った中心もこうやって残酷な死を迎えることになって、家臣たちはみんな口を封じてしまいますが、 ただ、この家臣たちも結局我慢できない事件が起きてしまいます。연産軍は先ほど言った2000人の奮闘では足りなかったのか、家臣たちの奥さんにも手を出してしまいますね。で、それだけではなくて、同じ王族の一親族も性暴力するなど、もうすでに周りに見えている情勢だったらすべて襲ってしまうような、まさに犬みたいな王になってしまったんですよね。で、ここで皆さんがちょっと覚えてほしい のがヨンサン軍は前からちつまりお母さんのような情勢を求めている傾向がありました。日本にも有名な汽船。 チャン・ノクスという犠牲がいますよね。このチャン・ノクスもすでにヨンサン軍の側室に入る前から小持ちでしたね。つまりヨンサン軍は母への愛情を性欲で発散しようとする、そういったコンプレックスがあったんじゃないかなと思われます。で、とにかく自分の奥さんたちまで奪われてしまった家臣たちもこれ以上は我慢できなかったでしょう。なので家臣たち同士で何かを企み始めます。 もちろん、ヨンサン軍もこれを知っていたようですね。面白い記録がありまして紹介しますが、実際、ヨンサン軍が降ろされる10日前に、チャンノックスにこういった話をしたらしいですよ。今は楽しいけど、心の準備はしといてねって。で、その後、こんな生活永遠に続くわけないでしょうと言って、チャンノックスとかにプレゼントをしながら、心の準備をお願いしたらしいですよね。 その予想通りに10日後、 중종반정도이후그데타가 오기 때しまい마すねこの中이 연산군과 오롯사례마스가, 자, 결국 연산군은 아무리にも暴れて다는데, 마을이니 미가타가 한도이 없었던데, 네, 나무에 중종반정은 흔히 성공시켜, 자, 한란을 일으킨 가신들까 연산군의 앞에까지 오고 니다 그래서 이렇게 말합니다. "당신은 오자를 내려오게 하라."라고 말고 연산군은 시를 달아다는 影軍と違ってそのまま自分の椅子に座ってて、用の罪を考えたら当然のことだ。勝手にしろうと言ってから諦めたらしいですよね。 で、その後なんですけれども、王になった順序は、四三軍に追放の命令を下しますが、これを聞いた四三軍は、私の罪が大きいのに、王の優しさで救われたのね、と言ってて、逆に順序に感謝しながら追放地に向かってたらしいんですが、その追放地で2ヶ月後、疑問死をしてしまいます。おそらく、特殺されたんじゃないかなという疑惑が強いですよね。 でもちろん、四三軍の子供たちもみんな死刑されて、四三軍の家紋はここで崩壊してしまいます。 で、結局、四三軍をまとめてみると、朝鮮最古の権力を持った王だったんですけれども、それを民じゃなくて自分のために使ってしまって、朝鮮をダメにした王と言われていますよね。じゃあ、なぜかと言ったら、四三軍の後から王になった順序、まあその後の王たちも、結局、家臣のこの四三軍になりたいんですかという脅迫に口を閉じてしまうしかないという、 そういった弱点を与えてしまいますよね。最後に皆さんに四三軍が残した遺言を紹介してみたいんですが、記録によりますと、最後の一言が、妻に会いたいといたらしいですね。皆さん、四三軍のパワーがあまりにも強すぎて忘れがちですが、四三軍にももちろん性質がいました。ペビー紳士ですね。じゃあ ヨンサン軍の話はここまでで、来週はこのヨンサン軍の奥さん、ペビシンシの話を皆さんにしてみたいと思います。えー、女優さんは皆さんがわかる通りに同意の二年王ですよね。じゃあ来週このペビシンシの話をしてみたいと思いますので、皆さん楽しみにしてくださいね。今日も聞いてくれて진ん진짜고ま워よ。여러분、안녕